もどかしさに耐えた昨シーズン、アメリカに拠点を移して2年目、本田真凜、もう一度自分を信じて今シーズンはこのフリーで臨みます。アイスショーから結果を残し成功イメージを積み上げる。まず最初のジャンプ、丁寧に着氷。大好きなこのプログラム、ここから3つ目のジャンプ、まだ苦手意識のあるというジャンプ、練習でショーで試合で一つずつ自信を積み上げていきます。マリンの真骨頂、可愛らしさも大人っぽさも織り交ぜた表現、得意のスケーティングで見せます。本田真凜といえばやはりこの笑顔、妹の美優さんも最近お姉ちゃんの笑顔を見ることが増えて嬉しいと語っていました。集まったプログラム、いやー彼女の今シーズンが楽しみで仕方ありません。会場スタンディングオベーションです。妹たちも大好きな最高の笑顔を見せてくれました。